共通テストの英語リスニングの問題の公表をしていきたいと思います。ちゃんとその引っ掛ける選択肢に様々な単語が引っ掛けて出てますね。デコレーションしょぼくない？クリスマスのデコレーション。感情乗ってると場面想像しやすいんですよ。I know a really good autobiography called My Life as a Pop Star.はい、ハローだよ。さてさて、共通テストの英語リスニングの問題の公表をしていきたいと思います。まず第1問ですね。まあ、これはできてほしいかな。簡単なものが多かったと思いますね。バス座れたとこわかるしね。ね、本持ってくるとか。まあ、一応情報の照らし合わせとかはありましたね。まあ、問い4とかね、This Friday とは言ってないけど、This Week と Friday でわかるとかね。今回は違うみたいなのはよくあるパターンですね。はい、リスニング問題で。続いて B、 A を使った問題ですね。まあピザがなくなる簡単だったし、バードの位置も簡単、ベルトがないって言ってた服も簡単でしたね。まあ非常に優しかったですね。まあいわゆる条件がね、いくつかある。水の上、木の下っていう条件が2つあったりとか、長い、ベルトがないっていうね、条件2つってやつです。で、次が第2問ですね。部屋の片付け。これも条件が2つだったよね。シェルフが上、ボトルの横じゃないみたいなね、よくあるパターンですね。トイ Q なんかもそのライスいらない2つある。次、ドライクリーニング×印、アイロン OK みたいなね、はい、条件2つずつやってってるって感じですね。で、最後のやつも、I'd rather not って not を使ったんで、ちょっとややこしかったかなと思いますけど、まあ、入り口近くない、後ろのシートっていう2個ずつの条件でパッ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 と答えが出ていくものでした。で、続いて第3問ですね。男性が何をするのかって、まあ、場面をね、ちゃんと思い浮かべて、あとは感情を込めて言ってくれてるので、なので分かりやすかったかなと思いますね。だいぶ、なんか喧嘩っぽく喋ってたんで、男性と女性ね。で、問い13はよくあるパターンですね。The next day、その次の日って言って、プラス1の計算をするってやつです。で、問い14がちょっとめんどくさかったかなと思いますね。登場人物が話の中に何人か出てきているので、そこで引っかからないことが大事ですね。ちゃんとマザーとハンドバッグね。で、引っかけとしてショルダーバッグも出てくるし、Sisterっていう単語も出てくるし、アントっていう単語も出てくるじゃないですか。この辺がややこしい。で、同じことが言えるようなのも問い15ですよね。問い15も、簡単なんだけど、答え自体は、ちゃんとその引っ掛けの選択肢に様々な単語が引っ掛けて出てますね。問い16。まあ、これはできてほしいかな。場面が思い浮かべば大ブラックですね。で、問い17が、まあ、これはね、まあ、一応情報を照らし合わせて出せばいいと思いますね。気持ちも乗ってたしね。わかりやすかったかなとちょっと思いますね。で、次の謎の絵ね。うん、もう突っ込みどころ満載だよね。なんじゃこの変な絵。っていうのと、まあ問題自体は簡単です。はい、9時でドア行って、なんだこの人って来て、で、デコレイテッドとかって言ってたけど、デコレーションしょぼくない？クリスマスのデコレーション。何これ、同じ玉っころしかないんですけど。で、突っ込みたかった。続いて、衣服を入れるってやつですね。はいはいはい。で、いわゆる条件としては、サマー、ウィンター、チルドレン、シューズ&バッグだったっけ？で、アダーズって言ったと思うので、それをちゃんとメモっていけばいけますね。なんかさ、でもダウンジャケットってちゃんとみんな知ってんのかなって思ったけどね。ダウンジャケットが冬に着るものだって知らない人いたら不利だろうなと思ったけど、まあみんな知ってんのかな。あとは多分ね、ボーイズのやつで、冬の服だけど子供だってちゃんと見抜かないといけないよね。それができたかだと思います。で、続いて B の問題。まあこれは、いけてほしいかな。条件がきちんと250ページ、1年以内ノンフィクションってあったと思うので、この3つの条件をきちんと満たしているものを選べば、それで答えを出すことができますね。で、実際ちゃんとこう、バツついていくし、間違ってるやつはね。で、この、で、まあ、2でさ、答え出ちゃうから、もうそのまま進んできゃいいじゃんって思って、先読みしちゃっていいんじゃない？違う問題のって思ったんだけど、まあ、多分皆さん一生懸命聞くよね。で、一生懸命聞くんだけど、その時のアクセントがやばくなかったですか？ 3 番目。後でヒロとしてもさ、2回目登場しますけど、この人とかマジで聞きづらかったですね。ちょっと聞いてみましょうか。 I know a really good autobiography called My Life as a Pop Star. It's 300 pages in length. I think it would be an interesting discussion topic for our group. I learned a lot when I read it several years ago. はい、まあこういう話し方の人確か日本人でいますけどね。
一生懸命 TH とか R とかね発音しようとするっていうので、でもわざわざそれを流す必要があるのかと。まあなんかいろんな外国語のアクセントに触れるってことで、なんか外国のアクセント出してもいいと思うけど、なんでこの謎のアクセント、日本人アクセントですか、出す必要があるのかがよくわからなかったですね。まあ答え自体は簡単なんですけど、でここまでは結構できている人が多かったですね。やっぱ第5問から一気にレベルが上がったって言ってましたね。多くの人が、非常に聞きづらいって言ってたし、レベルが高いって言ってましたね。なんかリーディングは簡単だったけどリスニングはマジで難かったっていう意見が、まあコメント欄にもいっぱいあったと思うんですけど、まあ自分からするとリーディングの方が全然むずいんですよ。はるかに、まあトイックと同じですね。情報処理がいっぱいあるので、その情報処理に非常に時間がかかる。それに対してリスニングの方は情報処理もあるけれども、だいぶその情報処理能力がトイックのリスニングで下がるので、リーディングに比べて。でそれと同じ感じなんですよ。これだから表現とかは難しいと思いますよ、やっぱリスニング慣れてない人にとっては。でも僕からするとすごく遅いし、言ってる内容も難しくないんで、その情報処理能力が下がった分確実にリスニングの方が正解できるって感じなんですよね。じゃあ、見ていくんですけど、今回はこのギグワークっていうので、まあ自分自身働く人間なんでよくわかるんですよ。このフリーランスワーカーズとかね、フリーランスとか知ってればさ、わかりやすいんですよ。だからもう実際にね、人の顔が浮かぶぐらいですから、ああ、これやってる人みたいな感じでね、ビジネスがあって、デジタルプラットフォームかとかって、これ、だから、よくタクシーとか乗ってると、コマーシャルで出てくるようなものです、これね。はい。で、ギグワークモデルは何でしょうとかっていうのも、もう聞かなくても、ああ、聞かなくても、ああ、これだろうなとかって分かっちゃうわけですよ。で、さらに埋めていくやつとかも、まあ、簡単にできた。まあ、言い換えがちょっとあるところもあったね。直接そのまま言ってるのと言い換えられてるのがありましたね。で、思ったのは、まあ難しい単語が使われた、utilize とか、レベルの高い単語出てくるなと思ったんですけど、まあそれでも大丈夫かな。内容一致はちょっと悩んでる人多かったけど、まあ、わかるんじゃない、消去法でもいけるかなと思いましたね。で、次が図表から読み取れるものは何ですか、講義いるっていう感じだったけど、うん。なんかこのグラフ見りゃ、これしか無理じゃね言うのはっていう感じだったと思いましたけどね。で次第6問ですね。第6問ね、思ったんだけどさ、まあ他のもそうだったけど、このさ、説問読む時間が長いよね。この何ディレクションズみたいなさ、このいわゆるこれやってくださいみたいな日本語の音声、非常に長い。これ流れてる間にさ、もう読めちゃうからさ、全部下の状況も説問も選択肢も早く始まれって思いながら聞いてましたけど。で34、35問は分かりやすいと思いますよ。かなり感情を込めて言ってくれてるので2人とも、なんでどっちの意見だっていうのも分かるんで、すぐに、あ、はいはい、男性の方はこういう意見を持ってる、それに対してぶつかってる女性はこういう意見を持ってるっていう、まあなんかね、東大のねリスニングの会話ぶつかるやつみたいな感じだったんで、まあそれのレベルをだいぶ下げたバージョンみたいなんで分かりやすかったなと思いますね。やっぱ感情乗ってると場面想像しやすいんですよ。だぜひね、この場面をイメージするっていうのはいつも言いますけど、イメージしてこうできるように、感情が乗ってるものってね、ほんとイメージしやすい。で、問い6の B ですね。まあこれが一番むずいんじゃない、やっぱり何人が賛成してるかってやつね。まあ最初の案がね絶対違うっていうのはすぐわかるんですよ。でブライアンとダナがまあ賛同してるんだけど、このブライアンが途中でヒロの意見にそうそうみたいに言ってるところがあるんで、だからわかりづらいと思いますね。でその後でヒロがこのエコトゥーリズムだけじゃダメだ的な発言をしてるんですよ。だからこのでしかもヒロがさっきのあのアクセントですよ、聞きづらい。だからこのヒロのそこのポイントを喋ったところが聞き取れてないと、はっきり2人だってわかんないんで、ブライアンとヒロっていうのが同じ意見ではないってことに気づかないので、だ難しいと思った。だブライアンとヒロを1セットで考えてる人たちは1とか3にしちゃうんだろうなって思った。ブライアンさんとヒロさんは賛同してないんだって思うとか、ブライアンとヒロは賛同してるんだって思っちゃうとかっていう感じかな。でブライアンの意見をって言ってるのは、まあ、コーラルリーフスなくなっちゃうよっていうのを言ってましたから、そうだからこれ両方ちゃんとね聞きながらやんないといけないですからね。そうだから自分自身はこのエコトゥーリズムを解くぞと思いながらも、ブライアンの意見に注目しながら解いてましたからね。はい、という感じでした。どうだったでしょうか、受けた皆様お疲れ様でした。やはりまあ言い換えは基本ですから、本文中の表現が別の表現で選択肢が言い換えられてるっていうのは、ね、基本になります。そして、条件ですね、きちんと条件で絞って情報処理ですからね、答えを出していく。そして複数の情報を照らし合わせるとかね、まあ様々な力が試されています。で言ったようにやっぱり場面を思い浮かべられることっていうのがとっても大事になりますから、ぜひそういったことを意識してこれからね勉強してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、本当に受けた
皆様お疲れ様でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。